ファンゴッホの寝室、1888年、7290センチメートル、ゴッホ美術館臓ファンゴッホの寝室、1889年、73.692.3センチメートル、シカゴ美術館臓ファンゴッホの寝室、1889年、57.5×74 センチメートル、オルセイ美術館臓ファン、ゴッホの寝室とは、 1888年から1889年にかけてフィンセント・ファン・ゴッホによって描かれた絵画、油彩、同盟の作品が3点あることが認められている。ゴッホの寝室、アルルの寝室、ファン・ゴッホの部屋、アルルの部屋と表記されることもある。フランス・アルルでゴッホが暮らした家の2階の部屋を描いたもの。 家は現存しないが、ゴッホの作品に黄色い家として残されている。絵の左側の扉は、ゴーギャンの部屋に繋がっていたとされる。3点のうち最初のものは、ゴーギャンがあるル,ルに来る直前の1888年10月に描かれたもの。ゴッホ美術館像。次のバージョンは、ほぼ同サイズで1889年9月に、 最初のものを複製して描かれている。シカゴ美術館像。最後のバージョンは1889年9月に、ゴッホの母のためにサイズを縮小して複製して描かれたものである。後に、松方孝次郎が購入し、コレクションに加えられていたが、第二次世界大戦当時はフランスに残され、サンフランシスコ講和条約による戦後賠償の一環として1959年に、 フランスの国有となり、現在は、オルセイ美術館にある。1921年頃、松方がパリに滞在し絵を購入していた際には、美術評論家の八代幸男が同行していた。この作品が、ルノアールのアルジェリア風のパリの女たちと共に、歌唱で売りに出されていたため、八代は、期待の傑作であるとして、松方に購入を進めたが、松方は一度はこれを断り、 ヤシロは落胆したという。しかし、その後、ヤシロが知らない間に、松方はこの作品を購入していたことになる。2010年に放送された、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フー・第5シリーズ、ゴッホとドクターでは、ファンゴッホの寝室を再現した、ゴッホの寝室が劇中に登場した。撮影は、クロアチアのトロギルで行われた。 ありがとうございます。